こんにちは、リフォームの達人プロデューサー山さんです。こんにちは、リフォームの志賀総柳です。山さん、本日も、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日お届けするのは子供エコー。これ今日時点ですけど 56%、 これ60超えて65を超えた時点でぐわーっと伸びるっていうのが、まあ前回の子供未来でもありましたね。まあおそらく7月中旬、もしかするとそれより前かなと思いますが、先進窓リノベも32なんですけど、柳さん、ちょっと先進窓リノベも動きあったんですか、最近。そうですね、まあ、先進窓リノベってようやく4月上旬ですかね、に申請出してたお客さんがようやく決定通知が来てたりとか、はいはい、ちょっとずつ動きは、はい、出ております。で、今日お届けするのは、その、子供エコとか先進窓リノベ以外でも補助金ありますよって、そんな内容になるんですが、実はなぜこれ取り上げようかなと思ったら、柳さんのところの私 LINE 公式取っておりまして、毎週ではないですけど、各週ぐらいで来たりするときにあって、こういうアンテナを取っておくと、とってもいろんな素敵な情報をやってくるなって今回も思ったんですが、今日お届けするのは、その実はリフォームの補助金って国だけじゃないよということで、こちら各自治体でもリフォーム補助金使えますよ。先週日曜日にズームのオフ会した時の参加者の方から、他のこれからリフォームする方にアドバイスとして、子供エコとか先進窓リノベあるけど、実は東京都内で使えたこの補助金があったよとか、各自治体で使える補助金があったよっていうようなことを、まさにご紹介して、一応調べた方がいいよ、使えるやつあるかもしれないかな。で、そんな話をすると、柳さんからもポコポコっと LINE が、こちら、滋賀塗装のリフォーム補助金 LINE ということで、個人住宅のリフォームを行う、市民の皆様、約、これ最大15万円の補助金が出る、今日このテーマなんですよ。リフォームの補助金としては、もう多分この YouTube、山さんの見ている方は、子供エコ住まい、それから先進窓リノベ、これはもちろんチェックされてると思うんですが、それ以外に使えるあなたの自治体、各市町村での住宅補助金って、柳さん、今までもあるんですよね。そうですね、大体 1年の通してこの時期にっていうのが大体あると思いますね、はい、で、どうやってそれを調べるかっていうことじゃないですか。じゃあうちはどうやって調べるの。いや、もういつものようにGoogle、 YouTube ではなかなかわかんじゃないの。じゃあやっぱGoogleましょうということで、いわき市リフォーム補助金。まあ、これでもいいです。山さんのとこだったら、横浜市リフォーム補助金。まあ、柳さん、こういう調べ方になりませんか、一般的には。もう、まずはこういう調べ方でしょうね。はい。ただ、これだとね、全部は出てこないんですよ。Google さんがそれ専用のホームページ作ってるわけじゃないんで。でも、やっぱり、漏れなく、くまなく全部チェックして、本当にあるかないか、あなたに合致するものが。で、山さんがこちらおすすめするのが3つのサイト。まずはですね、検索サイトのGooが住宅不動産というカテゴリーでやっている自治体給付金というサイト。これも後ほどご紹介しますね。あとは一般社団法人住宅リフォーム推進協議会がこのリフォームの支援検索サイトっていうのをまた同じくやってます。さらに耐震という内容もうち補助金出ますかねって言って調べる方も多いですが、日本建築防災協会がこちら運営してます耐震化に関する支援制度。これ各横浜市とか神奈川とか、各いわきとかいうところ地図とかもしくは市町村を入れていただくと、そこで一覧にまとめてくれてます。ですから3つのサイトで漏れなくこちら見逃しなく使える。まずは自治体給付金グー住宅不動産サイト、これもコメント欄に後ほどリンク貼っておきますね。グー住宅不動産、こちらの方もぜひ、調べていってですね、横浜市だと都筑区とか、何区という形でここにザザザッと、地図を触っていく、そういった形で出てくる。さらにリフォーム支援検索サイトだと同じく、こちらの方も、何市というところを調べるとそこの内容がザザザッと出てくるんですよね。これも同じく日本建築防災協会のサイト、こちらの方も耐震化に対するサイト行くと、もちろん Google 検索でも見つけることできるかもしれないですが、一覧で出てこないわけですよ。ですから一覧でざーっとまとめてくれているサイトがとっても便利なのかなと思います。で、今日の本題は LINE 講師からいただいたいわき市リフォームの補助金の例をちょっと見ていきましょう。子供エコー精神窓とどう違う内容なのか。柳さん、こちらが山さんが引っ張り出してきたこの個人住宅有料ストック形成支援事業、この LINE でいただいた内容がこれだったんですが、間違いないでしょうか。はい、こちらで間違いないです。これ、
個人住宅のリフォーム補助金という形で、まあ、定期的に、いわき市が、こちらの補助金を出してるんですが、面白いなと思ったのが、もちろんやっぱり、有料住宅ということなんで、バリアフリーであったり、まあ、エコ窓、二重窓、断熱材、さらに面白いところで言うと、いわき産の木材を下地に使うとっていうのもあったんですが、これいわき独自ですね。そうですね、大抵リフォームも新築もそうですけど、補助金っていうのは大体条件が一緒で、やっぱりバリアフリー、省エネ、断熱、耐震、こういったのにほとんど多分補助金ってつくと思うんですけど、これは一つ、いわき市独自のところで、要は地産地消ですかね、そういったところも対象になるっていうところですね。はい、ですので、まあ、独自の自治体が、この、予算を出しているのか、国が出しているのか、国の、補助金の二重取りってできないですよ。どういうことかというと、国が企画してるんだけど、今度各自治体にその予算を国がつけて、で、国独自もその補助金で入れていると使えないですけど、ちょっといわきの今回の補助金は、いわき独自であれば予算、両方使えるはずなんですが、この辺もちょっと確認が必要だとは思いますので、各、自治体の内容が、その独自で言っているのか、もしくは国の金が入っているのか、この辺もちゃんと独自で使えますとか、両方使えますがちゃんと表記されてますので、この、今回の子供エコであれば、自治体で、独自でやっているものはいけますと書いてるんですが、独自じゃないものはダメですよっていうふうな形がありますので、まあ最高東京の、補助金であっても、子供エコプラス子供、エコ以外に東京の使えたり、もしくはこれは使えないよ、それぞれ確認していただく必要はあるかと思います。で、今回でいくと6月26日から8月31日。これ結構タイトなんですよ、期間がね、矢部さん。そうですね。ただ、毎年そうなんですけども、大抵でも期間前倒しで終わっちゃいますね。先着何組相当っていう感じなんで。はい。そうなんですよ。これ見たら70件ということだったんで、はい、LINE 公式にも70件限定なんで、もし、ご興味ある方は、ぜひ、当社にっていうような募集が来てたんで、実際にこの、今のこの日にちの6月26日から8月31日の募集期間、この募集期間に、まあ予約申請というか、申請をしてこういう工事をするので考えてます。そんな感じの柳さん、ことになるわけですよね。工事が始まる前に申請できるって形なんですかね。そうですね。工事始まる前に申請になります。で、決定通知が出てからの着工となるんで、で、実際ただ工事期間は年度末まで時間はありますんで、実際の工事、最終の完了申請はまだまだ先になりますね。はい。で、行くとですよ。行くと、これ、子供エコーが、さっき冒頭お話、ちょっといろいろしていた中に、55、7月中旬には終わる。じゃあもう実際に補助金無理かと思うと、このいった補助金を活用することによって、今高騰する、値上げする各資材なんかに少しでも足しになる。この辺って大きいんじゃないですか。最大がですね、15万円。工事代金の 10% 対象工事のという項目になっています。で、こちらまとめです。まずは、あなたの各、市町村、各自治体の支援制度をチェックしてください。Google で検索してもいいですが、おすすめは山さんの方に3つのサイト、それぞれリンク貼っておきます。こちらのタイトルのところの下の説明欄の中、もしくはコメント欄にもリンク貼っておきます。で、こちらの方チェックしてみて、そちらにあなたの自身の市町村を入れて、本当に一覧表から見て、対象の内容がないのか。そして、その補助金で対応できる工務店依頼しないと、あなた自身が、実際に申請するわけじゃなくて、その工務店自体に協力してもらう必要性がある。ここですよね、ポイント。矢部さん、これ、大きなポイントは、やっぱりユーザーじゃなくて、リフォーム会社、工務店が協力しないと、この申請の内容を使えないってことですもんね。その通りですね。我々もこう説明すると、そんなの初めて聞いたと、前の大工さんに言ってくれなかったとか、やっぱ結構そういう声聞こえますんでね。やっぱこういった業者側がしっかりと発信、するかどうかっていうのは非常に大事なところですね。はい。となってくると、情報発信、リフォーム会社が有利。まあ、もちろんですね、あなたがそのリフォーム会社の OB であって、いろんなレターとか来てる、LINE 公式、柳さんのところみたいに LINE 公式登録してると、こういったお得な情報ありますので、こういった情報発信を、こまめにしているリフォーム会社としっかりと結びついておくと、このいった補助金は対応できるのかなというふうに思います。その他、まあ、リフォームローン減税、この前のズームのオフ会参加されてた方がさらに言ってたのは、各市町村だけではなく、ローンで、組んでたと。ただ、ローン減税も本当は使えたはずなのに、10年という縛り
がそのリフォームローン減税の対象だったのに、私は8年しかやってなかったということで、10年で、早く返したいから8年でやったんだけど、いや、10年とかにしとけばよかったな、それだったらローン減税使えたのに、というような、この辺の情報なんかもですね、必ずあなた自身がどういう、減税、それから補助金使えるのか、アンテナ高いという形が大きなポイントになります。ということで、山さんは柳さんのところの LINE を公式をポチッと取ってたんで、この情報を知って、この YouTube できました。ありがとうございありがとうごまざいます。ます。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してますよ。ぜひ山さんの LINE 公式も登録していただければとっても嬉しいです。リフォーナビとは、一人一人のリフォーム、を成功に導くリフォームの情報サイト、リフォーナビ友の会、こちらの方、LINE サービス、普段使っているあなたの LINE がリフォーム悩みをすべて解決する。リフォナビ教室。毎日毎日これ更新してるんで、リフォナビ教室のリフォナビライブラリー、この内容、ぜひチェックしてみてください。よくある質問なんかをどん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 日々日々アップしております。800本動画ブログ形式で LINE 登録、まずは QR コード読んでいただくか、この、タイトル、コメントのところからチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、柳さん、今日は LINE を登録してたところから始まった。やっぱり情報アンテナ高い方がお得だなというふうに思うんですけれども、今日の、いわきのリフォーム補助金、よかったら、柳さんから、ちょっと、いわきの方も見てるかもしれませんので、お話ししていく。はい。はい。今、弊社でもね、もうエコ窓とか、子供エコとかが、もう、ギリギリの段階なんでね、もうそっちのいわき市の補助金に切り替えて今ご説明してます。で、もちろん工事内容によってね、出る出ないありますんで、そういったところは我々がしっかりご説明しますんで、気になった方はですね、まずとにかくお問い合わせいただければなと思いますんで、まだこちらの補助金は全然間に合いますんで、ぜひご一報いただければなと思います。はい、はい、6月26日からスタート。まずは、YouTube チャンネル、こちらの方、滋賀塗装の方のチェックもしていただければと思います。いきますよ、せーの、必ずできる補助金、ぜひ気になるところチェックしてみてください。